ここはお前の来るところじゃねえ。消えな。他の入り口を探すか。よそ者を通すわけにはいかねえ。帰れ。ここはダメだ。他の入り口へ行くか。誰も通すわけにはいかん。とっととぶせろ。まだこんなとこうろついてんのか、レン。確か他にも入り口があったはずだ。八方塞がりってわけか。ああ、こんなところにいてもらちが開かねえ。他の方法を探すぞ。お前とはもう関係ないはずだ。気が変わったんだよ。何？てめえの金の匂いは半端じゃねえからな。勝手にしろ。おい、行くぞ。どこへ行く気だ。情報が集まるのは昔から酒場って決まってる。茶碗人か。ああ、二手に分かれるんだ。俺は屋台街で試す。お前は他の酒場は当たれ。ああ。茶碗人。あそこで茶碗人ができそうだな。よし、
やってみるか。これ長さんから。百四郎503号室、まずは百四郎を探すか。百四郎503号室。入られよ。臆したのならここで変えられるがよい。出合わせを願えるかな。この暗闇で。闇ならばこそ腕のほどがわかる。参るぞ。
だ。目で追うのではない。心乱れれば焦りが生じる。武徳を知らぬか。タン。そう、闇の中で目に頼ってはならん。雑念を消し、心の目で見るのじゃ。心の目。全神経を己の剣に集中させるのだ。さすがに筋がいい。目に頼らず相手の気配を感じ取る。これを聴形という。聴形。あなたは呼吸引きの。目が見えるんですか。やはり岩尾殿のご子息でしたか。親父を知ってるんですか。20年ほど前ですかな、岩尾殿がここを訪れたのは。親父が。岩尾殿は中国憲法に興味を持っておられた。私たちは意気投合し、互いに技を交換したものです。岩尾殿は達者ですかな。殺されました、私有門の乱帝という男に。殺された。乱帝に。なんということだ、あの岩尾殿が。少々と鳥の声に響か。君行くや、早雲落ちて涙流る。亡きお父上のために私にできることがあれば。修験達という人をご存知ですか。お父上の死と何か関係が。はい、修験達は今高天狼に囚われています。高天狼といえば高天界のアジト。侵入する方法はありますか。一つだけ方法が。この男は。高天界のスカウトマンです。スカウトマン。私有門に送り込むための優秀な憲法家を探している男です。彼にスカウトされれば高天狼に入れるはず。どうすれば。ストリートファイトで勝ち続ければ。おそらくストリートファイトで。Thank you.
あいつだ。さあさあご覧あれ、ここにいる甲州公はただの達人じゃねえぞ。山ごもりの最中に虎と出くわし、それを素手で仕留めた豪傑だ。その時に失った片目こそ勇者の勲章だぜ。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は60秒。さあ誰かこの豪傑に挑戦したいやつはいねえか。俺がやろう。よし、兄ちゃんに決まりだ。若いが多少はできそうだな。それじゃあ構えてレディーゴー。はっ、スイッ、あの目もしかすると右側死角になるんじゃ。リアン、右に回り込めば。リアン、うん、やられた。近くに回り込まれるとは。すげえな兄ちゃん。ほらよ、あいつだ。さあさあお立ち合い。ここにいるのはモンゴル相撲の強者たちだ。ナダン、おう、アーゴン、ふん、そしてウズン。ルールは簡単。こいつらから制限時間まで逃げ切れれば勝ち、捕まったら負けだ。最初はナダムと勝負。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は30秒。さあ
我と思わん者は手を挙げてくれ。またにするか。あいつだ。さあさあお立ち会い。ここにいる新幹生こそはテッサショーの達人だぜ。長年鍛えたそのショーダは一撃で牛をも倒すって代物だ。この男と勝負する腕自慢はいないか。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は30秒。さあ誰か勇気ある挑戦者はいねえか。俺がやろう。よし決まりだ。やつのテッサショーを食らったらイチコロだぜ。せいぜい気をつけな兄ちゃん。覚悟はいいか小僧。それじゃあ構えてレディーゴー。くらえ。命拾いしたな。切ったぞ。おお勝負あり。わしのテッサショーが交わされるとは。すげえな兄ちゃん。ほらよ。そこのお兄さん。え？お暇ならアームレスリングやってかない？アームレスリング？そうだよ。お兄さんいい体してそうだし、いい稼ぎになるよ。後ろに並んでる連中が相手になるよ。好きな相手を自分で選びなよ。
すいません。なんか用かい、兄ちゃん。すいません、また来ます。あいつだ。さあさあ、この魔文苑こそは東大きっての剣法の名手だ。中国剣法の高等技術家計を使って相手の攻撃を華麗に受け流す。この文苑に一撃でも入れたら勝ちだ。制限時間は30秒、掛け金10ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか？俺がやろう。よーし、決まりだ。いい目をしておる。それじゃ構えて、レディーゴー。なんの？勝負あり。やるじゃないか、兄ちゃん。ほらよ。恐れ入った。なかなかの功夫を積んでいるようだ。日が落ちてから竜影街に来な。竜影街、行ってみるか。この辺で待ってみるか。おい、あんたは。ここじゃ人目につく。こっちだ。これは？そいつらを倒しな。え？話はそれからだ。
おい。なんだよ。おい。この男を知らないか。お、スタントじゃねえか。どこにいる。こいつならスザクロウで戦ってるぜ。スザクロウ。ああ、ヤムチャロウの中から行けるんだよ。ヤムチャロウに行って聞いてみな。わかった。ありがとう。おい、この女の人を知らないか。うん、俊彦じゃねえか。俺ファンなんだよ。確か屋台街の近くの原点楼で戦ってるぜ。原点楼。屋台街で聞いてみな。わかった、ありがとう。おい、この男を知らないか。グレッグモアじゃねえか。こいつ強いぜ。どこにいる。屋台街の外れにある清流庭院で戦ってるぜ。清流庭院。屋台街に出たら壁沿いの方を探してみな。わかった、ありがとう。すいません。いらっしゃいませ。この男を探してるんですが、スザクロウってどこですか。あっちの角を曲がったところですよ。わかりました。聞きたいことがある。お前何の用だ。この男を知らないか。ああ、ここにいるぜ。本当か。挑戦したいのか。お前、命知らずにも程があるぜ。ここに入るには500ドルが必要だぜ。いや、またにする。日が変わったらいつでも来な。聞きたいことがある。お前何の用だ。この辺でギャンブルができるところ知らないか。ああ知らねえな。他を当たりな。そうか、わかった。ちょっといいかな。いらっしゃい。ギャンブルできるところ知らないかな。そこの扉を出てまっすぐ行くと胴元がいるわよ。
一応教えてあげたけど、真面目に働くのが一番だって。ありがとう。ちょっといいかな、聞きたいことが。この辺でギャンブルができるところ知らないか。この先でお年玉やってるだろうが。わかった、ありがとう。すいません。はい、いらっしゃい。この辺でギャンブルができるところを知りませんか。知ってる知ってる、ほれ、お年玉ミュージアム。わかりました、ありがとうございます。ちょっといいかな。ハッサン、この辺でギャンブルができるところ知らないかな。 Are you okay? ここで遊べるよ。すいません。いらっしゃい。この辺りでギャンブルができるところ知りませんか。このビル出たすぐのところでお年玉やってるぜ。ここではできないんですか。うちは健全遊戯だ。そうですか。
あの、あら、あなたいい体してるわね。どう？うちで働かない？え？ここじゃ力のある人は大抵アームレスリングかストリートファイトに行っちゃうでしょ。だからうちはいつでも人手不足なの。そうなんですか。無理にとは言わないけど、その気になったら声をかけて。わかりました。待ってるわよ。あの、あら、何かしら。アルバイトできますか。残念、今日はもう終わりなの。明日また来てちょうだい。わかりました。すいません。何か妖怪に。この辺でギャンブルができるところを知りませんか。だったらここでストリートファイトをやりな。勝てばいい金になるぜ。わかりました。ありがとうございます。この周恩将こそは東大きっての傾向の達人だ。機敏なること飛燕のごとく、食べることマシラのごとく、この周恩将を見事捕まえたら勝ちだ。賭け金10ドルの一本勝負だ。制限時間は30秒。さあ誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。俺の動きについてこれるかな。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。クソ、俺の動きを読まれるとは。やるな兄ちゃん。ほらよ。賭け金20ドルの一本勝負だ。さあ誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。まだまだ。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ。賭け金30ドルの一本勝負だ。さあ誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ。
掛け金40ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。よっと、ほらよ、うっと、捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ、もうこんな時間か。賭け金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ、賭け金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ、賭け金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ、やったな、若いの。そこじゃ、賭け金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ、
賭け金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ。金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ。金50ドルの一本勝負だ。さあ、誰か勝負する腕自慢はいないか。俺がやろう。よし、上がりな。稽古の真髄を見せてやろう。じゃあ構えて、レディーゴー。捕まえたぞ。しまった。勝負あり。参った、いい動きだったぜ。大したもんだ。ほらよ。もうこんな時間か。そろそろ休むか。ほら起きな。朝だよ。よく眠れたかい。
聞きたいことがある。お前何の用だ。あのここに入るには500ドルが必要だぜ。ああ払おう。まあ墓穴に直行しねえよ。頑張りな。あの何か妖怪兄ちゃん。ストリートファイトができるところを探してるんですが。闘技場なら地下4階だよ。地下4階ですね。ありがとうございます。この階には止まらないのか。あいつだ。よし。お、兄ちゃんやんのかい。ああ。 Hey! Come on, boy! Come on!
したぜ、ボーイ。そうらしいな。覚えとけ、ボーイ。次はお前の負けだ。
きたいことがある。何か用か？あの、この男を知らないか？なあ、ここにいるぜ。本当か？今も連勝記録を更新中だ。あの、ここに入るには1000ドル必要だ。ああ、払おう。命知らずだな。せいぜい頑張りな。マシな挑戦者いねえのか？レン、何やってるんだこんなところで。なんだてめえか。さあさあ、次の挑戦者はいないか。この鉄腕グレッグの連勝記録破ってみようって GO の者は。さあさあ、いないか、いないか。おい、ここにいるぜ。お、兄さん、挑戦するかい？やめとけ。お前じゃ話にならん。そりゃこっちのセリフだ。てめえみてえな間抜けに負けるわけねえだろ。やるんだな。ああ。よし、話は決まった。ま、頑張んな。お、おい、レン。おい、これ頼むぞ。あいつ来い、小僧。仕方ない、容赦はしないぞ。
挑戦者の歌詞。あらや。で、次行くぜ。ん？くそ。レン、てめえのおかげで大損だ。俺は勝った。わからねえやつだな。てめえが勝つから俺様が大損したんだ。お前っていうことは、うるせえ。少し黙ってろ。あいつ、ちょっといいかな。うん、なんだ。ちょっといいかな。この女性はどこにいるんだ。春燕に会いたいなら12階に行きな。そこに地獄の入り口があるぜ。地獄の入り口。まあ生きて帰れるようにせいぜい頑張りな。ああ。聞きたいことがある。ああ、なんだ。あの、この女性を知らないか。ああ、ここにいるぜ。本当か。ここの無敗記録を持ってるぜ。あの、ここに入るには2000ドレが必要だぜ。ああ、払おう。ま、死なねえようにせいぜい頑張りな。
あれはジークンド。あいつだ。なんてこと。あんた次どうだい。え、ガチャ大金が手に入るぜ。もっとも負けた時は見ての通りだがな。やろう。せいぜい気をつけな。次の餌食はこの男だ。Bye.
あんた。日が落ちてから竜影街に来な。竜影街行ってみるか。この辺で待ってみるか。おい。ん？あんたか。キナ。これは白線路。あさっての昼ここに来な。どういうことだ。来ればわかる。白線楼の地下2階。地下2階？白線楼に地下なんてあったんだ。
地下を通って光天楼に入るってわけか。なんか匂うな。これしか方法はない。俺は行く。大丈夫？ま、何が待ってるのかお楽しみってとこだな。そんな。ほら起きな。朝だよ。よく眠れたかい？ほら起きな。のんびり寝てる暇ないよ。やることあんだろ。早く行かないと。白線路はここか。ここの地下2階か。よし、行こう。
約束の時間は昼だったな。待ってみるか。来たな。この先のホールにある部屋で幹部がお待ちだ。なんだお前は。まあまあ、一人で来いと言ったはずだ。約束は。お前、行くぜ。どうだ、行き止まりだ。別の道を探すか。ああ。心配だったから。ちょっとどいて。やっぱり俺がいなきゃさ。偉そうに100年早いぜ。それと亮兄ちゃん、ん、修験達って人は17階に捕まってるって。何、どこでそれを。長のおじさんに聞いたんだ。長さんに。あ、ありがとう。あ、俺たちは必ず帰ってくる。分かったよ。じゃあこれ持って行って。これは地図だよ。高天楼ビルの長のおじさんから預かったんだ。そうか、ありがとう。おい、じゃあな。気をつけてよ。
ここから上に行けるぞ。よし、急ごうぜ。あった、上行けるぞ。とっとと行こうぜ。なんだてめえ！レン、今でしょうがねえんだよ。お前、ちょっと遊んだだけだ。カッカすんなよ、カッカ。ふざけるな。おっかね。
あった、上行けるぞ。とっとと行こうぜ。よし、次は5階だ。急ごうぜ。